こんにちは、どうも中村健太郎です。さて今回は芦北町が面白いことになりそうという話題ご紹介していきます。インターネットレディオグッドエアドコン、熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎中村。僕らが住んでいます熊本県八代市のすぐお隣、芦北町の方で株式会社 F プロデューサーズという会社と芦北町が立地協定を結んだという話題が入ってきています。こちらは地域課題解決に向けた誘致企業連携グループハロの立ち会いのもと、芦北町と立地協定を結んだという話なんですが、 F プロデューサーズという会社が芦北町の、はかり石小学校跡、確かはかり石小学校跡はですね、名前が芦北サテライトオフィスはかり石という名前で、まあ様々な企業に使ってくださいというようなことを、話していたんじゃなかったかと思うんですけれども、その場所にですね、熊本オフィスを、開きまして、そこで様々な活動をしていくという話題が入ってきています。で、まあ立地協定なんですけれども、これは、行政側がですね、場所やあるいは、費用をですね、助成金という形で出したりとかして、企業に来てもらいます。で、その企業は芦北町並びに熊本県全体のために様々な活動を行うと、お互いに協力し合いながら地域の課題やまたその会社の利益っていうものを作っていきましょうというようなものなんですね。で、今回この株式会社 F プロデューサーズという会社なんですけれども、こちらですね、熊本オフィスを芦北町に作りまして、 SNS ディレクターの地方拠点としての人材育成、マーケティング力向上などの会社としてさらなる飛躍を目指していくということなんです。しかもそれにとどまらず、地域活性化と雇用機会の創出に貢献し、芦北町とともに継続的な発展を目指すということなんですね。どんな会社なのかっていうことなんですが、この F プロデューサーズという会社なんですけれども、世の中を面白くプロデュースするプロデューサー集団ということで、各種 SNS のマーケティング戦略や運用、まあ、つまり、SNS を使ったインフルエンサーを起用した、まあ、宣伝をしてくれるというような活動であったり、大学生マーケティングといって全国の大学の部活サークルとの1000以上の直接のネットワークを活用して大学生を直接起用した施策や課題に対してのカスタマイズを行うなんてこともやっているんだそうです。また SNS に関するマーケティングのコンサルティング、公式アカウントの運用オペレーションの構成や最適化、クリエイティブ制作など SNS に関する全般のマーケティングコンサルも行い、さらに目的に応じたユーザーインサイトに沿ったサイトや動画を制作したりもするんだそうです。他にもオリジナルブランドやコラボブランドの商品企画やブランディングプロデュース、はたまた EC サイトの制作や商品企画からパッケージのデザインまで、今を意識したクリエイティブ制作を行っているんだそうです。ブランディング制作から Amazon アカウント運用まで、長期につながるプロモーション資産作りということで、まあ、要はこれから芦北にあるもの、あるいは熊本県にあるもの、特に県南地域をですね、支援していくということになっていますから、おそらく様々な形で SNS の発信、これは地元にではなく世界に向けて、あるいは日本全国に向けてっていうような様々な SNS の活用方法を僕たちに教えてくれたり提案してくれたりすると、まあそういうような企業が芦北にやってくるんだそうです。おそらくですけれども、 CM の制作だったり動画の制作だったりとか、そういったこともやってくれるんではなかろうかというふうに思うので、熊本県の県南地域にいる全ての企業が様々な世界に向けての PR を行うことができる、まあそんな場所になるんではなかろうかというふうに思っています。またさらにですね、この場所では、この芦北では、なんと、そこで実際にプロデューサーディレクターを育成していこうということになっているんだそうで、これは芦北町これから面白いことになりそうですね。ぜひね、僕の方も取材を申し込んだりとかしてですね、どんなことをやってくれるのか聞きに行きたいなというふうに思っております。もし関係者の方いらっしゃいましたらば、ぜひ教えてください。ということで、今回は芦北が面白いことになりそうという話題ご紹介いたしました。 Thank you for your listening. Good Air.com.
Stay tuned。 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。